はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、初心者の館ということで、今回は、初期デッキでね、なるべく経験点を出して、少しでもね強い選手を作って、チャレ何号と、入れ替えができるね、選手を作っていこうと思います。実践編になります。で、イベントデッキは、一応初期メンバーではあるんですけれども、注意点として、レイを入れさせてもらってます。これは北斗の拳の、コラボキャラですね。で、今の段階だと一応レイは全員に配布されてるんで、これ絶対手に入れられるキャラになってますので、今回レイを入れさせていただいてます。もしかしたらね、ちょっとその動画が出てからかなり時間が経ってる人が見ると、レイなんて持ってないよということがあるかもしれないんですけれども、ちょっとここは一応注意点として、レイを入れさせていただいております。で、あとレベルはね、全員誰も上げてないです。全員レベル1になってます。で、あと助っ人キャラ、いわゆるね、フレンド枠、フレンドじゃなくても助っ人キャラを借りられるんですけれども、これはケンシロウを入れて好きなので、結構ケンシロウを助っ人キャラに設定している人が多いんですけれども、ここでのポイントは役割ですね。役割、ガード、レンジャー、バウンサー、スナイパーの4種類があるんですけれども、ここの役割分担をバウンサーを入れるというところが、いいです。最初の初期デッキだとバウンサー持ちがいないんで、でバウンサーっていうのはその大切な技術点を、稼げるキャラになりますので、助っ人枠にはバウンサーを入れていくというところで、助っ人を設定していけばいいと思います。で、あとそもそものサクセスの進め方の基本なんですけれども、基本的には優先順位をつけて、優先順位の高いところを選択していくというところを基本に覚えていただければと思います。一例を挙げると、評価上げ、あとコツマークがあるかみたいな、あとタックが来てるかとかっていうのがあるんですけれども、何が一番その経験点を稼げるかという優先順位をつけて、それが来てたらやる、来てなかったらじゃあ次は何かなというのを選んで、進めていけばいいと思います。で、ちなみに今回はやっぱりコツっていうのはかなり大事になりますので、今回コツが出ている進むくんと練習をします。ついでに監督の評価も上げられると。監督評価もね、ちょっとは上げておかないといけないん で、エビル高校については高校特有のやっぱりボーナスがありますので、ここからですね、いわゆる8月の第2週からちょっと気をつけて、練習を選んでいく。基本的には人のいるところですね。で、そのエビル高校の基本的な立ち回りを見ると、多分そのまず黒金高校と、あとダンジョン高校っていうのがあるんですけど、この2つを優先的に追えと書いてあると思うんですけど、そんなものは無視でいいです。なぜかっていうと、その初期のデッキなんで、その黒金とかダンジョンの恩恵を受けるのがほぼないんですよ。なので、初期デッキに関してはまず人がいっぱいいるとこを優先して練習していく。この場合は太平楽 と、黒金2人になってるんで、ここは2人いる黒金高校の練習をすると。で、もし他のところもあってね、3人とか、うまくいくと4人とかロックできるんですけれども、そういった人が多いところをまずは狙うと。で、あとそうすると今回ロックしたところとロックしてないところがあるんですけど、ロックしたところを見てみて、経験点がなんかめっちゃ稼げそうだなと、つまりその経験点がいっぱい稼げるかどうかっていうのは、同じ練習場所に人がいっぱいいるかどうかっていうことなんですよ。ここだと上のね、片桐君から1、2、3、4、5人いるんで、これは結構稼げますよね。筋力と臨床ポイントがともに45稼げるんで、この場合は、要は2択ですよ。練習は2択なんですけれども、経験点の高いところから優先的に練習をしていくという形で、ここはメンタルをやります。あと基本立ち回りとか見ると、あとそのなんだっけ、タックフィニッシュを狙いましょうみたいなことも書いてあるんですけど、それも無視でいいです。もう最初なんで、とにかく経験点を稼ぎ出すというのを、やっていけばと思います。で、ここも2択なんですよ。要はその打撃の練習をするか、肩の練習をするか、でどっちも1人じゃないですか。
でその時は、基本的にあの助っ人キャラで借りたケンシロウが強いじゃないですか、どう考えても。なの であとその技術ポイントが稼げるのってケンシロウしかこのデッキにはいないので、この場合は、まあ、その技術ポイント目当てにケンシロウと練習をします。まあ、あのケンシロウの評価を上げてね、早めにタッグを組めるようにするっていうのも必要なの で今回評価を気にするのはもう本当にケンシロウだけで大丈夫です。彼女キャラであのコフデちゃんを入れているんですけれども、コフデちゃんの評価なんてもう一切無視でいいです。でここで、またあの2択になるんですよ。あのここのプラス27の経験点を取りに行くか、まあ、ダンジョン高校を1人ロックするかといったところなんですけれども、まあ練習人数が3人なんで、そうですね、これどっちでもいいような気もします。ちょっと吸い取っときますか。コフデちゃんはね、練習すればこうやってやる気を上げてくれることがあるので、まあ、それを見据えて練習していけばいいと思います。で各イベントキャラクターの選択肢については、これはもうちょっとネットで調べてください。ネットで調べて、エビル高校に関しては基本的には体力の回復する選択肢を選んでいけば大丈夫です。要は結局どれだけ休まずに練習できるかっていうのが重要になるんで、選択肢は体力回復優先で、多少さっきみたいに碇くんの評価が下がったとしても体力回復で、今回はまあ3択ですね。筋力か走塁か守備かで、ここでのポイントもまあ同じ1人ずつなんで、どうでしょうかね。またケンシロウの評価を、だからこういう風に碇進むか矢部くんかケンシロウかって言われたらケンシロウなんですよ。ケンシロウの、ね、評価も上げつつやっていくと。でここはちょっともう練習すると死んじゃうんで、まずメンタルを見ると。でメンタルを見て、メンタルで1人ロックするんだったら寝るかっていう。でここで例えばメンタルに3人とかいた場合にはロックしていいと思います。ただメンタル人が少なかったんで今回はロックせず寝ましたと。でここもまあ2択ですね。メンタルか筋力かと言われた時に、まあ、筋力練習をすれば経験点がいっぱいもらえるんで、ここは筋力を吸い取っておきます。筋力で技術ポイントを吸い取っておきますと、まあ、こんな感じで今回コツもある。でケンシロウに関しては借りてるキャラなんで結構強いと。でしかも2人ロックできる。で肩もただ2人ロックできるんですよ。でこの場合どうしようかと言った場合に、そうだね、コツがあるちょっとケンシロウくんの方でいきます。でそうするとコツをくれます。で今回借りてるキャラなんでコツレベルは一気に3でもらえますね。で碇守くんのこのイベントは2回発生するんで、まあ、両方とも体力の回復するものを選んでおきましょう。さてまたちょっと体力が少なくなってきたん でここは2人吸収したんですけれども、吸収というかロックしたんですけど、人が誰もいないんで吸収量が少ないですね。なのでここはちょっと選択肢として外す。であとは怪我率、まあ1桁台だったらねやってもいいんですけど、だったらその次に備える、次に何かいいのが来るかなと。ここで練習するともう次確実にメンタル以外の練習ができなくなるんで、じゃあそれに備えて寝るっていうのも、まあ、一つありです。でただ次が良くなるかっていうのはもうこれ全然分かんないんで、練習を見てみないと。でここも監督しかいないから全然吸い取れないでしょ。吸い取れないんだったら2人ロックしておこうということで、今回は守備練習をします。あそうか、この兄弟ってコンボがあるんだ。ちょっとあの選択肢分かんないから、まあ、こういう時にはネットを見ながらやるのがいいんですけど、どっちでもいいや。ぐ体力めちゃくちゃ減ったっていうことがあるんで、まあ、あの体力を減らさないように。で、まあ、体力減っちゃったからここでケンシロウと練習ができないんですよ。これはもう完全反面教師ですね。だからまあすいません、あの調べるのがめんどくさかったんでそのまま適当に選択肢やっちゃいましたけど、まあ、今のは良くない例です。ちゃんとサボらずに調べて最善の選択肢を選んでいきましょうと
で、ここでコツが来てます。で、進むくん。進むくんか。で、ここ2人吸収できるんで、結構美味しい。27と27なんて50でしょ ?54。プラスで54は結構でかいんで、まあ、ここでいいでしょう。で、あと一応彼女キャラでね、ロックすると、練習した時にね、ちょっと体力回復ができます。で、ここも、これ一番下。で、体力が回復できるんで、怒り進むくんの評価下がりますけど、体力回復できるんで、まあ、それを選ぶと。で、ここはね、49、49か、まあ、タックかっていうところなんですけど、これもちょっと悩みどころだよね。2人ロックできて、ケンシロウがコツがあるんで、まあ、そっちを狙うか、まあ、手堅く、プラス49、プラス49で、もうプラス100なんで、こっちを取りに行くか。ちょっと悩みどころではありますけど、今回ちょっとコツを取りに行きます。で、そうすると、一緒に練習をすると、まあ、44ポイント、経験点がもらえるんで、これもまたちょっと美味しいです。で、ここで、ここで調査できる高校が増えるんですよ。11月の3週で、こっからが本当にエビル高校の勝負どころで、いねえしちょっといないんだけど、要はそのソウルセメタリーで経験点がもらえる高校があるんですね。それを全部回収したいというのが一つの目標になります。で、ここはちょ経験点狙いでいきますか。具体的にはブレインマッスル、ブレインマッスルで筋力ポイントで、暁大付属で臨床ポイント、メカニクス高校で技術ポイントで、シラス高校で精神ポイントというのがあるので、まあ、それをちょっと取りに行きたい。で、ここは暁大が1人いるんですけど、ちょっと体力が怪しいと、体力が怪しいんで、ちょっとメンタルで回復しつつダンジョン高校をロックするという方向で今回は行きたいと思います。まあ、これなんかどっちにしようかなっていう時がやっぱりあるんで、今ちなみに俺がだから選択肢を選んでるところが絶対最善かと言われると、まあ、そうでないかもしれない。で、取りに行きたいんですけど、ここ3人ロックできるのは結構美味しいんで、ここ3人ロックしておきましょう。波動高校とかね、いらないはいらないんですけど、まあ、まずはちょっと経験点を確保しておきたいんで。で、こういう時にメンタルをロックしてあると、まあ、回復しながらちょっと経験点がもらえるという、なかなか美味しい感じになる。で、3人ロックしてるんで、ここ36ってかなりの経験点がもらえるんですけど、ちょっとね、怪我率が 10% 超えるとかなりの確率で怪我するんですよね。ほんと 10% かっていう。だからもったいないけど、ここは寝ます。ちょっと俺は割と安定を取りに行く方なんで。なんと聖剣、ちょっと北斗の剣俺全然わかんないんだけど、とにかくネタが。なんかすげえな、結構長いししかも結構経験点もらえるね。で、18、18、18か18、18、波動高校、ダンジョン高校、どうする？ここはちょっとなんか微妙だから、メンタルやってお茶を濁しておく。ちょっと本当にね、たまになんかやるもんねえなみたいなところがあるんですけど、ダンジョンをゲットしました。まあ、4人分のね、ソウルジェイルを吸収すると、その高校特有の、ボーナスがもらえます。コンプリートすると、ダンジョン高校の場合は6ターンの間、イベント経験点アップ。これ、直に経験点がもらえる高校があるんで、そこをね、優先的に回収していきたい。まずメカニクス2人ロックできるんで、ここはメカニクスをロックしておきましょう。で、メカニクスはもう、もともとデフォルトで3人なんで、ちょっと回収がやりやすいと。で、ここは初詣にはまあぜひ行っておきましょう。で、体力がない時にはまあ健康に過ごしたいで体力を回復させるのもいいんですけど、まあ、ちょっと今回は1番目の野球がうまくなりたい。少しでもね。で、大吉が出れば
回復できるんで、で大吉が出るかどうかって言われたら完全に運なんですけど、でここはね2人ロックできるんだけど、やっぱりね経験点63-63は美味しいんで、ちょっとここは回収しきっちゃいます。要はゲージを回収しきるときが多分一番経験点もらえるんだよね。で黒金に関しては、まあ、評価プラス20なんでこれ全部使っちゃいましょう。でダンジョンもあの時に使っとけばよかったね。でここ53-53なんだけどね、ここもこっちでかいよね。45-45-45だから、そうだよこっちは全然でかいよね。人がいっぱいいるから吸収量が高くなると。で小筆は一応体力を回復してくれる、体力じゃねえ、やる気を上げてくれる練習後に。うわそう、結局ここ体力がないからこれを吸収できないんですよ。で、まあ、あとどうするかと、その 26% で取りに行くかと、やってみよう。で怪我するでしょっていう。これね喧嘩ね、喧嘩体力が減るのよ。で 47% はもうちょっとさっき失敗してるんで、おとなしく寝ておきましょう。さてじゃあまたちょっと練習を見つつ、ここはじゃあメカニクスを回収しちゃいます。ちょっと回収状況があんまり良くない気がするけど、で一応ここでメカニクスをロックするともうメカニクスが全回収取れるんですよ。なので、まあ、やっちゃいましょう、まあ、とりあえずロックしておくっていうのは割と大事なんで、まあ、俊明高校もねいいっちゃいいんだけど、ちょっとな寝よう。なるべくね寝るっていうのは少なくしたいんだけど、ブレインマッスル、太平楽、春英だったらちょっとブレインマッスルをロックしておきますか。1人だけど、でケンシロウのイベント、これはちょっとどっちだ、なんか体力回復あったような気がするんだけど、あ、これ経験点だった。でも一発逆転のコツがつかめたね。でブレインマッスル2人目をロックしておくか、27とかだったらちょっとロックをかけておきましょう。やっぱりね複数人ロックできるのがいいんですけど、ここはまあ45回収しておきますか。で70-45%、 76かさっき、まあなんか精神練習でもしとけばよかったかな。え、これもよくわかんない、 R とかなんかもうあんまり使ってないからな。話を聞いてみよう。体力が下がった、でもチャンスのコツがもらえた。でメカニクス、ボーナスをゲットしましたと。でここはじゃあブレインマッスルが出ているときにブレインマッスルをちょっとロックしておきます。でシューティング、これも選択肢が多すぎてね覚えてないんだよね。これってたまに回復する、あの失敗と成功があるんで、 90-15% 取りに行こう。大丈夫だ、タッグフィニッシュ。そうタッグでねフィニッシュを決めるとまあ、コツがもらえたり経験点がもらえたりするんで、美味しいは美味しいんですけど、まあ、なかなか狙えないんですよね。なんなのこいつ。でこれいわゆる金徳が手に入るイベントなんですけど、これ金徳はね気にしなくていいです。最初はあの金徳を取るだけの経験点とか別にないんで。ブレインマッスルがあと1人か、ここ18だったらさロックしちゃった方が良くないっていう。
ここの選択肢はまあ下の方がいいですかね。どっちもコツが手に入るんですけど。さてちょっと能力を上げに行きますか。で弾道はね3あった方がいいです。で一旦、まあ、能力的に全部 E で揃えておきましょう。そこからあと考える。一回足並みを揃えて、あとは何の経験点が足りないのか。で精神がちょっと足りてないですね。でパワーが上げられそうなんで、じゃあパワーを上げていきましょう。でこれ総力もいけるんじゃない D まで。で肩もまあ上げていいんじゃないと。でそこからあともっと考えよう。少し経験点貯めてから。あそう忘れてた、結構ソウルセルタで俺忘れちゃうんですけど、これも使っちゃっていいよね。イベント経験点アップで、ここ61取れるんで、そうですね、ここは守備練してタックフィニッシュを決めて61を取りに行きましょう。でヤビくんのコツもあるんで、でアベレージヒッターと粘り打ちで練習で32ポイント。あそう SR だとね44ポイントなんですけど、まあ、N とかだと32ポイント。これはコックにしておくとね体力が回復できるんですよ。ちなみに一番上と一番下がどうなのかはよくわかんない。とりあえずコックは体力回復できるっていうのが、まあ、なんとなくわかる。でここももう打撃かメンタルなんで、ちょっとちょうど精神足りないんでメンタルをやっておきましょう。プレイマッスルもゲットで、ここは誰でもいいんだけどね、まあ、欲しい経験点を狙うっていうのはありだと思います。今のところ精神が足りてないんで、まあ、精神40ポイント手に入るんだったら切り裂きと練習をすると。で練習試合はねどうだろうね、コンピューターでいいと思うけどね。まあ、ちょっと打撃練習でね自分でやるっていうのも全然いいとは思いますけど、ちょっと今回は動画の尺の都合上コンピューターにお任せしてさささっと終わらせていきましょう。まあ、別に勝っても負けても大して差はないんで。ちなみに打てなくても全然大丈夫なんで、0アンド0打点で監督の評価上がるし、スカウトの評価上がるし、経験点もらえるしっていう。でこれ自分で大量に打ったからといってすげえ経験点が変わるかって言われたらそうではないんで、でここはとりあえずじゃあ波動効果ゲットだけはしておく。ちょっと5月なんで残り2つはもう取れなさそうにないね。うまくいって1つで、ここら辺からちょっと調整時期に入りましょう。5月から取れそうなものを取っていく。で、ここもエビルっぽいやつでいいや。精神ポイント。あ、そっか、今あれか。イベント経験点アップがついてるから、経験点上がってんだ。でねー、まあ、収益っぽいやっとく？6月の4週で、この9週イベントは終わっちゃうんで。で謝ろう。一番上とかだとねやる気が下がるんで、今やる気全然ないから、この高校基本的にそんなにやる気が上がんないんで、で今回の選択肢はここかここかだからここでしょ。でもう経験点を取りに行きましょう。もう人がいっぱいいるんで一気に吸収できる。で吸収できる経験点も高い、かつ精神練習なんで体力も減らないと。で上はね成功失敗がある。成功するとやる気が上がる、失敗するとやる気が下がる。 OK で、そうだね、ソウル攻めたりも使っていきますか。だからこうやって、直に経験点が手に入るやつ300入るんで、だこれで300でしょみたいな。でこれが4種類あるんで、それだけでも1200とかになるからね。で打撃に関してやっぱりパワーとミートが高い方が打ちやすいんで、まあできれば能力はねなんかオール C とかにはしたい気がするけど。で肩、波動が取れる。でシラスはもうちょっと取れなさそうなんだよね。こっから4人分全部回収するのはかなり至難の技なんだけど、ちょっと2人ロック、メンタルで2人ロックできるんで、ちょっとメンタルをやっておきましょう。
で残り1ヶ月、要は4回分の練習ですね。ここでどう立ち回るかで、ここ結構経験って高いんで、ここは普通に行きましょう。一気に回収できて、かつ精神練習なんで、例によって体力は減りませんと。波動高校、あ、俊英か。3種類はちょっと取りに行きたいよね。今回もう2種類しか取れなかったけど。で63取れるんで、ちょっとここも経験点を回収しに行きます。2種類だとね、多分経験点6000はね厳しいと思うんだよね。でここの選択肢もまあ下にすると、体力回復できるんで。で最後の週にちょっと練習でき、練習がいい練習がないっていう、まあ、タックが来てるからケンシロウでもやっとく。今ロックしてももう偵察がここで終わるんで、あとはもう本当に普通の練習ですね。基本的にはもう足りない経験点を補っていくという感じにはなるんですけど、ちょっとソウルセメタリーで技術経験で、ミートを B にします。あと守備力もちょっと D にしておいて、精神がやっぱり足りてないね。本当は精神のねシラス高校を欲しかったんだけど、まあ、しょうがない。ちょっとメンタル練習をして稼いでいきましょう。であとは試合ですね。これ野手の場合はもう基本的にサクッとで、で見てみるともう全打席ホームランを狙うつもりでいきましょうと書いてあって、もう最初の方はそんな無理だよって思うんですけど、やってればね打てるようになる。でこれはもう本当に数をこなすしかないんで、もうね、その育成人数300人とか何百人と作ってください。何百人と作ってるうちに打てるようになるんで。俺も最初だから全然打てなかったです。普通になんかホームラン打ってるけど、多分本当に初心者の人ここ打てねえよってなると思うんですけど、それはちょっともうとりあえず300人作ってください。300人作っても打てなかったらちょっとコメントちょうだい。全打席ホームランみたいな。で一応目安としては1試合で 2本ホームランが打てるようになると、まあかなり経験点を稼げるかなと。要はホームラン2本打つと、まあポイントにボーナスがつくんでね。であとはもうここからはタックですね、まあ、ケンシロウ。でコツ、これなんか下にしたことあるんだけど、下にするとねなんかかなりマイナスがでかかったんだよね。であとはまあそうだね、体力があるし、まあ、ちょっとでも経験点を稼いでおきましょう。そうだね、これ使っとく、あるから。そういえば俺結構こういうの忘れるんで使い忘れるんで。でそうだね、セカンドなんで一応守備力と肩は C にしておきたい。で補給はちょっと上げてると精神が足んなくなりそうなんで、このままにしておきます。能力的にはできればオール C は最低ラインにしたいんだけどね、ちょっと今回経験点の稼ぎがそんなによろしくなかったんで。同点で迎える2回です。でまずはエビルで6000点を目指す、ちょっと待って、初球空振りっていうことなんですけど、まあ毎回毎回もちろん6000を、ね、超えるわけではないです。いろんなねその要素がに合わさって経験点が伸びたり伸びなかったりっていう感じになるんですけど、でももともとさチャレ何号っていうのもさ、スタメンのメンバー9人とあとベンチメンバーも変えなきゃいけないんで、まあ、投手と野手合わせて30人くらいだよね変えなきゃいけないの。だそのうちにはやっぱりいい選手もできるし悪い選手もできるし、作っていくうちにあのイベキャラもね、
少しずつ揃ってくると思うので、まあ、まずはやっぱり数をこなすということが必要だと思います。あ、これここで来たか。一応なんかこれ告白イベントで彼女になるんですけど、一応彼女になったんですけどまあまあいいや、ほっとこう。もう甲子園に行くから、女より野球を取る俺は。小筆ちゃん君には構ってらんないで 4%、まあ、やっとこう。痛い。ほらね、でこれがパワープロですから、ちょっと覚えといてね。本当に初心者の方、 4% いけるだろうって思ってても怪我するから。そうだよね、もう今回2回怪我するんで、基本的にはもうあの1回も怪我しないで進めていくのがあの普通ですから。で例えば 30% とかの時に、いやこれちょっとそのね、プラスの経験点がなんかね100何ポイントあるみたいな感じで勝負に出る時はまあありますけど、基本的には怪我は1回もしないで進めるのがまあ普通です。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で、一応怪我率の目安についてはまず2桁になったら、要は 10% 以上になったらまずやんない方がいいリードで迎える6回です。ワンアウトランナー一塁という場面で、1桁だったらまあやってもいいかなってなるんですけど、割とさっきみたいに怪我するんで、それは覚えておいてください。ああ、今来て俺ホームラン何本打った、まだ1本しか打ってない。リードで迎える8回です。ツーアウトランナー一塁という場面で沼地打ちました。ギリギリ、そうだからホームラン打つためにはやっぱりね、ミートとパワーが高い方が、まあ、当たり前なんですけど打ちやすいんで、でホームラン打つとね、やっぱりこうやってテープの経験点が70点近く手に入るんで、もうこの試合での経験点がかなりでかいんですよ。でここはねちょっとメンタル、ね、走塁にあるんですけど、ちょっとメンタルで精神ポイント稼ぎながらコツを選ぶと。でチャンスメーカー、こいつチャンスメーカーなんて持ってるんだ。あ、ちなみにコツはそのキャラクターが持っているコツをよこしてくれるんで、まあ、ちょっとここら辺の基本情報は省略しますけど、まあ、レイはその投手なんですけど野手の能力もあるん で切り込み隊長っていうのはチャンスメーカーで、あとハイボールヒッターも持ってるのか。こいつ野手能力も普通強くねという感じですね。ちょっと今回はその立ち回りについて、やっていくんで、まあ、そういうところは割愛しますけど、で技術が結構あるね、技術が結構ある。で特殊能力全然取ってないんで、コッツレベルが高い方が経験点が少なくて済む。で、まあ、3のものは1個ずつ回収していきますか。でこれも安いで、意外性も安い。チャンスメーカーもコツ1で、まあ、それなりで、逆境もちょっと精神ポイント使うんで、こういうのはちょっと1回置いておきましょう。追い打ちはまあ取っても大丈夫で、連打もまあ3なんで取っちゃいましょう。もう3が来たら取っちゃっていいですね。サイン察知1か、まあ、あとちょっともう少し進めて経験点と相談しながら。今経験っていくつなんだろうね。途中で経験点今何ポイント稼いでるかっていうのは見れるんで、だからそうするとあのもう残りってマックスでも2回しかないんで、試合があと最高でも何ポイント稼げるなっていうのが、まあ、計算できるんで、だいたいね。でそこであの試合でホームランが打てなかったりするとちょっと落とすんで、予想していたよりも。なるべく取りこぼしがないように投げました。そのためにはやっぱりちょっとね、打てるっていうのがどうしても前提に来ちゃうんで、外れてフォアボール。そこはちょっと初心者の方にはなかなか難しいところだと思います。これは分かる、みんな初心者っていう道を通過してるんで、今打てねえよって、そのホームランそんな打てねえよっていうのはね本当に分かります。でも俺も要はもう作ってる人数とか1000人超えてるんですよ、まあ、もちろん投手も作ってるんで1000人分 その打撃をやったかって言われると違うんですけど、まあ、1000人も作ってればね、それじゃあそれなりに打てるようになるし、今みたいに打てないこともあります。ちょっと待て、結構僅差。あとそう、試合で勝つためにはねやっぱり自分で点を取らなきゃいけないっていう。第2球投げました。もう
と集中しよう。OK。あと基本はやっぱね、ストレート。ストレートを狙うのが一番打ちやすいです。慣れてくるとね、変化球も、うまく対応して持っていけるんですけど、最初はね、ストレートに狙いを絞った方がいいと思います。これなんか一応エビルキャップをね、かぶるかぶらないっていうのがあって、これかぶっていいですよ。かぶらないっていうと経験ってちょっともらえるんですけど、ちょっとなんで。で、ここは、そうですね、矢部くんのコツだったら、なんかケンシロウでもいいんじゃないかなと。でも全部サクッといきましょう。であとソウルセブンって使い忘れがないんであれですけど、まあ、たまに使い忘れてたりするんで。でまあこのくらいか。総力と呼吸が D なんで、どうでしょうね。あ、一応経験値見てみる。あ、5005か。ただ6000はいかないな。このあとこれだけで1000はさすがに無理なんで、まあ、6000、5000、まあ、5500くらいかな。お待たせいたしました。バッター、沼尻。第9、投げました。要はその、最後の、この試合をうまく満点で通過できれば、経験点が100くらい手に入るんで、ここもちょっとね、最低でもやっぱホームラン2本は取っておきたいっていうか、ただウエストが多いな。投球は3球目、投げた。ギャー、ちょっと振り遅れた。いや、まだ回ってくる。エビル、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは沼尻。でこのエビルキャップをかぶると、ね、ちょっと難易度がこの下がるみたいな。ちょっと待って、センター交代。ストレートを投げてくる確率が、ね、かなり増えるんで、結構点取られすぎだろ。この高校マジでめちゃくちゃ点取られるんで、ピッチャーがサイクルヒット達成となります。サイクルヒット、あと3塁だから。いや、それは無理だよ。第3球を、足そんな速くないからね。打った、これはいい当たりだ。お、来た、待ってきた。この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番ちなみに甲子園優勝すると経験点が、待って開始モードダイレクトで負けた、まあ、20ポイントずつ手に入るんですけど、まあそれはしょうがないですね。で、まあ、100はなかったか。100で400はいかなかったけど、まあ、20取れれば。でここでも一応切れてもらえて、最後に小筆ちゃんがねちょっとくれるんですよ。一応彼女になってるから本当にちょっとね。5500はいかないかな。うん、いったか。まあ5500くらいというところで、だからこれでさらにプラス300取れて、ちょっと今回ね経験点の回収があれだったんですけど、まあうまくいけば6000は出せるんで、多分ね、まあ、5回くらいやれば1回は6000いくはずなんで、まあ、それで、ぜひね、エビル高校の PR チケット選択権を、まあ、手に入れてください。まあ、まずはそこを目標にいて、まあ、エビル高校ね、この 初期でも5000超えるんで、あの昔、その出始めのサクセスって、やっぱりその4000とかが、その結構 SR 揃えて4000とかっていう世界だったんで、まあ、今ね、その3年目4年目そのサクスペが出てから、だからもう初期メンバーのみんなレベル1であったとしても、もう経験点6000とか出せる時代が来てるんで、まあ、割と強い選手は作りやすいかなと、思います。で、まあ、こうやってね、あのチャレを入れ替える過程で一応じゃあ OC にはしておきますか。能力的に見栄えよく、であとパワーいけそうだね。ちょっと A にしよう。あと技術が余ってるんで、ちょっと技術を使うやつで、技術を使うやつ、なるべくね、なるべく技術を使うやつで、セカンドって今回作ってるんで、セカンドってやっぱり守備うまい方がいいよね、ということで守備職人を取ろう。あとここから好みなんで、はっきり言って、あの最終的にもあのどん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 選手入れ替わっていくんで、あとなんかそのコツとかね、これいいなって思うのとか取っていけばいいと思います。だから基礎能力を上げるのもよし、例えばやっぱりセカンドなんで、じゃ守備力ちょっともう少し欲しいなと、守備をもう少し特化させたいなという時は、こうやって守備上げていっちゃっていいと思います。守備 A、 守備の上手い選手だなと。であとはこう
余ってる経験点をこううまく使っていく。これとかだったら50、50、25で、でまだなんか取れそうだと。フォーム獅子とかはちょっとキャッチャー用なんでね、まあ、接戦とかいいんじゃないですか。筋力の使い方も技術の使い方も精神の使い方もいいん でそうするとなるべく経験点はねやっぱりあんま出せない方がいいんで、あんまりあの特化させちゃうと技術だけやたら余ってもったいないっていうことが起きるん でこの経験点だと多分もう取れるのがないんで、あとはまあなんかちょいちょいちょいと振っていきましょう、ポイッポイッみたいな感じで。で、そうすると一応 S ランクの選手がまあ作れるようになりますと、6000とか行くとね S1、S2 とかまで、あの初期の本当に初期のメンバーでも S1、S2 くらいまでは、うまくいけば作れるんで、まあ、そのチャレ何号っていうのをね、その最低でもまあ S ランクと交換できるということになりますので、まあ、一応現環境においての野手はやっぱりエビル高校がまあ一番強い高校だと思いますね、まあ、作りやすいしね。で一応優先順位をつけて、まあ、そのネットとかで調べると、あのまずなんとかその高校、その黒金高校とかダンジョン高校を優先にって書いてあるんですけど、それはまだ先の話なんで、とりあえず経験点を追い求めるという立ち回りを、意識してやっていけばいいと思います。優先順位ね、じゃあここかここかってなった時にどっちがいいかなと。でまあ、状況によってはねもう絶対っていうのはないんで、悩んだ挙句こっちかなっていう決め方でいいと思います。でそれをね何回も何回も繰り返して、あやっぱこっちの方が良かったなっていうのが分かってくるん でさっきみたいに、あやっぱ怪我しちゃったかみたいなのが出てくるんで、まあ、そこら辺をちょっと抑えつつ、選手を作っていけば、まあ、サクセスは、まあ、うまくなっていきますんで、まあ、そんな感じで、やってみてください。またご質問等あれば、コメントの方いただければ、お答えいたします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。